同水力学説は、歯の増下室の疼痛発言の原因となる刺激伝達を説明する仮説の一つ。同仮説の中で、現在最も有力な説である。増下室の中層から外層に、神経繊維が確認できない、発痛物質を増下室に直接置いても痛みを生じない、という現象から増下室内に神経分布があるという説は、否定的な意見が多い。 では、なぜ増下室が痛みを感じるのかという説明する仮説の一つが、動水力学説で、1963年に提唱された。増下室組織には、増下細管という細い管がたくさんあるが、その増下細管内の組織液の流れが、外来の刺激により変化し、それにより、歯髄にある、視覚神経が興奮、疼痛が発現するとする説である。 虫歯や、近く過敏により、増下質が発通する理由、寒密が起こる理由、冷水などの程度の刺激でも針で刺したような、鋭い痛みが生じる理由などをすべて説明できる、仮説であるが不明な部分もまだ多い説である。増下細管が開口した葉の表面に刺激が加えられると、増下細管内で、組織液の流れが変化し、歯髄にある、 Aβ 繊維や a デルタ繊維の通格受容体への圧変化が生じる。これにより、組織液の流れの変化が鋭い痛みとして知覚される。組織液は温度や浸透圧により流れが変化する。例えば、虫歯の際、チョコレートを食べると歯がしみる、甘味痛が生じるがこれはチョコレートに含まれる。グルコースによって、増下室の外の浸透圧が高張りとなり、 増下細管内の組織液が外側に引っ張られるためである。虫歯や、地殻過敏の痛みに対する治療は、動水力学説に基づいて治療が行われている。地殻過敏の際は、カルシウム等の結晶物やレジンによって、増下細管口を塞ぐ処置が行われる。ABE はキューラ、P8ABC マーチン BR、NNSTR、メートル。ありがとうございます。